さあ、7ページです。テキストの7ページ。What are God's purpose for Isaac in the future? イスラエルに対する神の計画、未来。We read from Romans 11, verse 22 to 24. じゃあ、ローマ人の手紙の11章の22から24を読んでみましょう。大きな声で読みましょう。はい。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。彼らであっても、もし不信仰を続けなければ継ぎ合わされるのです。神は彼らを再び継ぎ合わすことができるのです。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代義に継がれるはずです。アメン。アメン。Verses 23 and 24, which prove that the cutting off the branch is only temporary. 23-24 節は枝が切り落とされた。つまりユダヤ人がつまずいて切り離されたのはほんの一時的なことであると教えています。And God will graft all unbelieving Jews back into their own holy olive tree through the faith in Yeshua the Messiah, and that will be fulfilled at that time, at the end of time. そしてやがて神は、つまり終末時代になると、その不信仰なユダヤ人たちをもう一度回復させて、ご自分の聖なるオリーブの木に継ぎ木することができる。それが起こるのはユダヤ人たちがイエスをメシアとして信じる信仰を持った時です。 Remember the Abrahamic covenant. アブラハム契約をもう一度思い出してください。 We'll continue at verse 25. さらに25節に行きます。さっきね、ちょっと時間を使いすぎたっつって節さんから責められたんで、今日はだいぶ今回はスピードアップしていってますよ。これは次25節一緒に読みましょうね。ローマ 11-25、はい、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、と書いてあります。God has blinded the majority of Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Wow! It's a big privilege for us. 神様はイスラエル人の大部分を盲目にされた。しかしそれは一時的なことであって、異邦人の完成がなればそうではなくなる。異邦人の完成という意味は、異邦人の中の救われる数が満ちた時のことを言っています。The fullness of the Gentiles refer to the complete number of the Gentiles believers. That means if there is one Japanese person that God wants to save him, all Israel will wait until this Japanese will saved, and after that, God will continue with the Jews. 異邦人の完成というのが異邦人信者の数が満ちることだとするならば、神様が救おうとしておられる一人の日本人がいたとして、その人がまだ決心しないならば、イスラエルの救いっていうのはまだストップがかかっている状態にあるということです。 This means that in God's plan of salvation for all Israel is the full number of the Gentiles will be savedAnd then God will bring all Israel to salvation at the end of that tribulation when they look upon him whom they pierced. これはいつ起こるかというと、大患難時代の終わりの時です。その時に異邦人の救われる数が満ちて、ユダヤ人たちがイエスを見上げるんです。そのことを自分たちが突き刺したものを仰ぎ見るというふうに聖書は言ってるんです。その時にユダヤ民族の救いが起こるんです。
When I read this verse, it's make me happy. これをこの節を読むときに本当に幸せな気持ちになります。Very happy. 大変幸せな気持ちになります。I know that God loved me so much. He loved the Gentiles so much. That means all the Jews will wait for the last Gentiles to be saved. Wow, this is a big privilege for us.異邦人が神様からどれほど愛しているか、異邦人の中の救いに予定されている最後の一人まで救われなければならない。それまでユダヤ人たちは待たされている状態です。Yes, this big privilege. 大変な特権を異邦人が与えられているわけです。We'll continue verses 26-27. そして11章の26-27です。ここでもご一緒に読みましょう。はい。こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時である。Paul has been powerfully developing his case for all unbelieving Jews.Right from the beginning of the chapter. で、パウロはローマ書11章の初めからここに至るまで不信仰なユダヤ人を擁護するための議論を展開してきました。Amen. And now he makes a crystal clear and ambiguous statement that all Israel will be saved. そして最後にはっきりとした宣言をしております。それがイスラエルは皆救われる、イスラエルは皆救われるという言葉です。 As verse 26 says, the deliverer who is their Messiah Jesus Christ will come out of Zion. That means he will return to Jerusalem. This will happen at Jesus' second coming when he will startThe glorious millennial kingdom. そして26節に救う者が来るとありますが、これはイスラエルのメシアであるイエス・キリストがシオンから出る、つまりエルサレムに戻ってくるということです。それが起こるのがイエス・キリストの再臨の時です。そして再臨の後、栄光の王としてイエスがエルサレムから全世界を支配する、それが千年王国の始まりになるわけです。Look at that. Jesus Christ returned to earth to fulfill God's covenant with Israel. イエス・キリストが地上に帰ってくるのは神がイスラエルと結んだ契約を成就するという目的のためです。Which is the Abrahamic covenant whereby all Israel will be blessed with salvation. で、その契約というのはアブラハム契約のことです。この契約によってイスラエルは皆救われるという祝福を受けることになります。 And when the Bible says all Israel means all Israel at that time, not every Jewish person who has ever lived. で、聖書がイスラエルは皆というときに、これはその時点で生きているイスラエル人全員という意味ですね。これまでに生まれてきたユダヤ人全員ではないということを明確に覚えてください。That means no Jewish will be saved without Jesus. Not now, ever. But he, at the end of times, all the nation of Israel will be saved. そしてここで覚えていただきたいのは、ユダヤ人はたった一人たりともイエス・キリストに対する信仰なくして救われる人はいないということです。イスラエルが皆救われるというこのことは終わりの時にそのまま成就する神の約束です。 When God makes a promise as he did to Abraham through an unconditional covenant, he fulfills it. 神はアブラハムと無条件契約を交わし、その契約を必ず実行されるというのが聖書の教えです。We can see in every generation signs there has always been a remnant of believer among the Jewish. This is
This is very, you know, when I see Jews believe in Jesus, wow. When I see Jews believe in Jesus, it makes me more strong as a Christian Arab believer that the Bible is the word of God is true. そしていつの時代にもユダヤ人の中にはレムネントと呼ばれる誠の信仰を持ったユダヤ人の群れがいたんです。今でもユダヤ人がイエス・キリストを信じてメシアニック Jew になるのを見たときに私の信仰が強められます。それは神の約束がその通りであることの証明になっているからです。 Paul argues and teach that all Israel will be saved at the end times. パウロは終わりの時にイスラエルは皆救われると論じそう教えています。 The purpose of this blindness of the majority of Israel to their Messiah from his first coming to the present day, do you know what? Do you know why? Is to allow the gospel to spread among the Japanese and the Arab and the all Gentiles and all over the world until the fullness of the Gentiles has come in. メシアの初臨から今日に至るまでイスラエル人の大半がメシアに対して目が閉ざされています。その理由は何かというと福音が全世界に伝わるためです。そしてアラブ人も日本人も救いに招かれていてこの状態が異邦人の完成のなる時まで続くんです。これは救いに予定されている異邦人が全部救われる時までこの状態が続くということです。Believe me when I read those verses, I have pain in my heart because I am very sad for the Jews. I am very sad for the Jewish people. It's not easy. It's not easy to be Jewish because today I know that God is working among the Gentiles. I heard and I see.A lot of Muslims people in the Arab country, every day, hundreds, they believe in Jesus. And his people, the Jewish, maybe every 2-3 months I heard about one, maybe not. この聖句を読むとね、正直言ってユダヤ人のために悲しみを覚えますね。ユダヤ人であるっていうのは簡単なことじゃないですね。話はちょっと変わりますけどね、私は毎日今アラブ人のイスラム教徒の世界で世界中で何百人の人が救われてるっていうニュースを聞いてるんですよ。ところがユダヤ人の救いについては救われつつあるとは言うけれども、まあ 2-3 ヶ月に1回1人2人が救われるっていう程度ですよね、まだね。それを考えるとユダヤ人のために心が痛みます。Israel's present rejection of the Messiah Jesus is not final. We know that because this is the word of God. イスラエルがイエスを受け入れないこの状態っていうのは一時的なもので最終的じゃないっていうと聖書がそう言ってますから。Because God will complete His plan in and through chosen people, we can see that at verses 25. そしてローマ書の11章の25節から32節の中で神はご自分の計画を成就される、イスラエル人の間にまたイスラエル人を通して成就される方だということが分かります。 When I first became a believer, it was difficult for me as an Arab to accept that GodChoose the Jewish people to be his chosen people. 私がクリスチャンになりたての頃、アラブ人として神がイスラエル人を選びの民として選んだという教えに対しては大変な拒否感がありました。And it was difficult for me to understand this. I hate that. God, why? Why not us? Who are the Jews?
There are only maybe 6 million in all over the world, maybe 7, 8, but we are the Arabs, maybe 500 million. Why choose them? 私はね、神様にこういうふうに言ってたんですね。神様、どうして私たちじゃなくてユダヤ人なんですか？世界中でも彼らは数百万。And every time, ね、でも私たちアラブ人は5億もいるじゃないですか。私たちのよっぽど役に立つんじゃないですか。You know, every time when you will be fulfilled like the Holy Spirit, you have the feeling like you are flying, yes? 聖霊に満たされた時にね、まるで体が宙に浮いたような気持ちになるでしょ。And when I read about the Jewish, boom, I fell. 私がユダヤ人に関する教えを聞いた時には、私の魂はドーンと下がりましたよ。It's like you take a big balloon and pssst.風船を上に上げて針でついて落とすような感じですよ。Yeah. It was difficult. 難しかったです、正直。Because we know that they are our enemy. How God choose our enemy to be His chosen people? I couldn't understand that. アラブ人の敵なんです。敵を神様はなぜ選ぶのか理解できなかった。But after I searched the scripture, I understood.Why God chose the Jewish people. でも聖書を学んだ後、神様がなぜユダヤ人を選んだか、私は理解するようになりました。Do you know why He chose them? どうして神がユダヤ人を選んだか分かりますか？ He chose them so that through them I would be blessed and to know Jesus the Jew and our Lord, our Savior.神がユダヤ人を選んだ理由は、彼らを通して異邦人である私たちがイエスが救い主であることを知り救われるためです。これが神のトータル的な計画です。I understand now why God chose them. そういう意味で今神様がユダヤ人を選んだ目的を理解できるようになりました。And I thank the Lord Jesus that He chose them because His disciples were Jews. Paul was Jews. He go to the Gentiles and he evangelize and he teach about Jesus. Maybe one of my grandfather, he heard about Paul and he met.And he repent and he become a believer. で今はユダヤ人に感謝をいたします。例えば使徒パウロです。彼はユダヤ人でありながら異邦人の人になりました。私のおじいちゃん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 のひいおじいちゃんのおじいちゃんとだだだだだだだと言ってどっかあの辺でパウロの教えを聞いて信じた人がいたのかもしれませんよ。Now I understand what is the meaning of God's choosing.Of Isaac, the Jewish people. 神はイサクをそしてその子孫を選ばれました。なぜか理解できました。 And today I'm very joyful and thankful to serve his people in the land of Israel. イスラエルの地で今私が選びの民のために奉仕をさせていただいているの、なんと素晴らしい特権かと思うようになりました。You know, Israel is a little country in the Middle East. イスラエルは中東で小さな国です。As a lawyer, I can tell you that Israel is the only country in the Middle East respect the other religions like Muslims and Christianity. 私は弁護士として申し上げますが、中東でイスラム教徒、クリスチャン、自分たちとは宗教が違うんだけれども、その人たちの信仰を尊敬してそれを保護するのはイスラエルだけです。 Our neighborhood is crazy neighborhood. 私たち、つまりイスラエルを取り巻いている隣人の諸国はそれとは異なります。 Look what's happened in Syria, in Egypt, in Lebanon, in Iraq.And the other Arab Muslims country. シリアとかレバノンとかイラクとかそういうアラブ諸国で起こっていることを今思い出してください。
The Arab Christian are suffering there. アラブ人クリスチャンたちは大変な迫害に遭ってます。A lot of the Arab Christian are run away and leave their countries and they move to the West, to Europe or to the USA. I am very sad for that. 多くのアラブ人クリスチャンが祖国を去ってヨーロッパやアメリカに避難しています。And I ask for your prayer for my people. 大変悲しいことです。ですから皆さんがアラブ人クリスチャンのことを覚えて祈ってくださるようにお願いしたいと思います。Today, I stand here before you as an Arab in order to encourage you, the Japanese people, to pray for the people of Israel.That they will believe in Jesus the Messiah and to pray for the Arab people, for my people also, that they will be saved in order to bring true peace to Israel and to the Middle East. And I thank you for that because I believe that you will do it and you will pray for us. 今日、日本の皆さんの前にアラブ人信者としてこのように立っておりますけれども、皆さんにお願いしたいのは、どうぞイスラエルの人々のために祈ってくださいということです。彼らがイエスを救い主として受け入れることができるようにと同時に、アラブ人のためにも祈ってください。それはアラブ人の救いがイスラエルに、また中東に真の平和をもたらす唯一の道だからです。皆さんが必ず祈ってくださると信じて、心からお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。Amen. Thank you very much. ありがとう。では、セツさんに、イシュマエルに対する神の計画の未来について語っていただきます。13ページです。 What are God's purposes for Ishmael, for the Arab people in the future? では、イシュマエルの子孫、つまりアラブ人に対して神がどのような計画を持っておられるか、未来の計画について今から学んでみましょう。One of the most astounding verses in the Hebrew Bible is found in Isaiah chapter 19, verse 25. さあ、旧約聖書で、ヘブル語の聖書ですね。最も驚くべき予言が書かれてあるのは、ここに書いてある。イザヤ書19章の25節です。The verse says this, Blessed be Egypt, my people, and Assyria, the work of my hands.And Israel, my inheritance. 万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるようにという言葉です。 Do you realize that the phrase my people is used many many times in the Hebrew Bible onlyFor Israel. 私の民という言葉はヘブル語の聖書ではイスラエルを指す場合にのみ使われている言葉です。 This is the only verse where that phrase my people is applied to a Gentile nation. しかし唯一の例外、つまり私の民という言葉が異邦人に対して使われている唯一の例外がこの聖句なんです。So what I would like to do is I would like to look at the vision that Isaiah the prophet sets forth in terms of what the future is going to look like. そこでイザヤが将来起こることについてどういう幻を見ていたのかということを今からお話をしたいと思います。But before that, I need to do two things. しかしその前に二つのことをしておく必要があります。The first thing is I have to ask Pastor Nakagawa how much time I have. まず時間がどれぐらい残ってるかを聞かなければなりません。
okay. わかりました。はい。The second thing I would like to do is, I would like to say something that I think needs to be said. で、もう一つはここでどうしても触れておかなきゃいけないことをこれから話したいと思ってます。I have no doubt today that you love the Jewish people. 今日皆さんがユダヤ人を愛するクリスチャンであるということは、もうこれは疑いもなくその通りだと思います。そうですか？Pastor Nakagawa teaches what the Bible teaches. この中川という牧師は聖書が教えている通りに教えている人だと思います。So I don't think that I have to convince you to love Israel or the Jewish people. ですから私の教えとして再びそれを繰り返して皆さんユダヤ人を愛しましょうというメッセージを言う必要はないと思ってるんです。On the other hand, it is frequently the case.That many people that have a biblical love for the Jewish people somehow find themselves with a bad attitude towards the Arabs. しかしながら、聖書的にイスラエルを愛している人たちの中に、アラブ人に対しては敵対的な思いや態度を取る人がよくいるということです。And it's my privilege that a Jewish person to be sent from Israel to encourage youTo wholeheartedly love the Arabs as God loves the Arabs. そしてイスラエルに住むユダヤ人として日本に使わされ、この場で私がアラブ人を愛し、アラブ人のために心から祈りましょうと呼びかけるのは何という特権でしょうかということを言いたいんです。And so when you hear the news or watch the news and you're tempted to get angry again.でニュースを見てまたやってらというようなことで怒りを覚えそうになった時に思い出していただきたい。Remember Thomas. あのトマスさんの憎めない顔を思い出していただきたい。Just look at him. あの無邪気な笑顔を見てください。One day, the Middle East will be millions and millions.Of Thomas's. 近い将来中東に何百万というトマスのようなアラブ人が誕生するんです、yeah. Now you say, how do you know that, Seth? じゃあセツさん、えらい大きなこと言ってるけどなんでわかんねんと思ってる人いるでしょう。 WellPersonally, I don't know a whole lot, but I do know that the Bible says that that's true. 個人的には私は深いことは分かりませんが、聖書がそう教えているということだけは私は知ってます。In the next 20 minutes, I'm going to teach you the whole book of Isaiah. 今から約20分の間にイザヤ書全巻を解説しようとしています。From about 35,000 feet.そしてそうね、3万5千フィート約1万メーター上空に登ってそこからイザヤ書を見てそれを20分で話するんです。 In Isaiah chapters 13 through 23 it's a section in the book of Isaiah called the oracles concerning the nations. さあ今テキストに書いてください。イザヤ書13章から23章まではくくりとしては諸国民に対する選択という括りで言われている箇所です。Now, Bible scholars have frequently called this section the oracles against the nations. で、よく聖書学者たちはこれをですね、諸国民に対するつったときに against という言葉を使いますね。諸国民を裁く神からの宣言であるという言い方をするんです。But that's an incorrect title. しかしそういう付け方は誤ったタイトルです。Because these oracles are very similar to Isaiah chapter 1 through 12, the oracles concerning Israel. で、実はイザヤ書1章から12章はイスラエルに関する選択なんですが、それと構造が似てますから、諸国民を裁くための神の宣言というふうに理解するのは間違ってます。These oracles deal with judgment. で、この選択ですけれども、これはまず裁きの宣言があります。
But they also deal with salvation. しかしその後で救いの予言が出てくるんです。So here we go, the book of Isaiah. What's Isaiah's vision? イザヤの話ですよ。イザヤの幻というのは何でしょうか? In Isaiah chapter 2, verses 1 through 4, イザヤ書の2章の1節から4節です。It's a very famous passage where Isaiah speaks about the last days. これはイザヤ書の中で非常に有名な言葉で、イザヤが終わりの日の出来事を幻で見てるんです。And he sees all nations going up to Jerusalem to worship God. で、諸国民が、世界中の民がエルサレムに登っていくんですが、そこで何をするかというと、主を礼拝するんです。Swords will be beaten into plowshares. そして剣が鋤に変えられる。And spears will be turned into pruning hooks. そして槍が鎌に打ち直される。Nation will not lift up sword against nation. 国は国に向かって剣を上げない。Neither shall they learn war again. 二度と戦いのことを習わないというこういう幻であります。It would be interesting to add up in world history.How much time there has been peace on the earth? 世界の歴史を振り返って、この地上に平和と呼ばれる時期が全部合算してどれぐらいの期間あったか考えると興味深いですね。I suspect that there's been very short periods of time of peace since Adam and Eve ate the fruit. アダムとエヴァがあの木の実を食べて以降、地上に平和な時期が来たっていうのはほんの短い期間ではないかと私は想像しております。Now, speaking of the fruit in the Garden of Eden, it's important I say something here. エデンのその名の木の実ですけども重要なのでちょっと触れておきますと、My wife is Chinese. 私の家内は中国人なんです実は。And she claims that had Adam and Eve been Chinese, sin would have never entered the world.彼女はこう言うんです。もしアダムとエヴァが中国人であれば、罪は入らなかった世界に堕落はなかったと彼女は言うんです。Because they would have eaten the snake instead of the fruit. というのは、彼らは木の実を食べる前に蛇を料理して食べていたはずだと言うんです。これはジョークだよ。Now, that's how the book of Isaiah begins, with all the nations going up to worship God. さあ、イザヤ書の冒頭に出てくる幻が、世界中の民がエルサレムに行って主を礼拝している姿です。How does the book end? さあ、イザヤ書の終わりはどうなってますか? In Isaiah 66, verses 18 through 24, all the nations are going up to Israel to worship God.66章の18節から24節同じテーマです、ね、世界中の国々がエルサレムに登って主を礼拝しているという幻です So if we think in terms of the book of Isaiah like a sandwich イザヤ書っていうのはちょうどサンドイッチのようになってるんです The bookends of the book set the vision で、このイザヤ書の最初と終わりの幻が本のテーマになってます World peace will be accomplished. つまり世界中に普遍的に広がる平和が成就するということがこの本のテーマです Not through the UN. これは国際連合を通してではない But because God loves this world and has a plan for it. 神様がこの世を愛して計画を持っておられるがゆえに平和がやってくるんです But I want you to notice something very interesting about the book of Isaiah. しかしイザヤ書に非常に興味深い要素があるということに注目していただきたいんです。Most of the book is, has prophetic oracles. で、most of the books Most of the book is made up of prophetic oracles of Isaiah. Oh, okay. イザヤ書のこの予言、イザヤ書そのものを見ると、いろんな予言の要素が合算して一つの本を形成しています。But in, you have two narrative pillars in the book. Chapter 7And chapters 36 through 39. しかし、イザヤ書の7章と、それから36章から39章っていうのが、予言ではなくて物語なんですね。これがちょうど2本の柱のようにして立ってるんです。And these stories, these narratives, tell
an opposite story of the vision that Isaiah has. そして注目していただきたいのは、物語の部分はイザヤが幻で見た普遍的平和とは全く逆の話を展開しているんです。In Isaiah chapter 7, nations are coming up to Jerusalem to fight against it. イザヤ書の7章を見ると、諸国民がエルサレムに攻め上ってきているんです。礼拝するためではなくて、滅ぼすために上ってきているんです。And then in Isaiah chapter 36, we read again about Assyria coming up to Jerusalem to war against it. また、イザヤ書36章に入るとアッシリアがエルサレムに登ってきてエルサレムを攻撃するという物語が展開されています。 So please understand this. どうぞ皆さんこのことをよく理解してください。 Isaiah's political reality was quite opposite of his eschatological vision. イザヤが直面していた政治的現実というのは厳しいんです。しかしそれは彼が終末時代に見ている幻とは全く違うものです。この現実とイザヤが見ている幻とが対立関係にあるという点をよく押さえておいてください。In other words, this prophet lived in a world where he constantly saw hatred against Israel and enemies coming up to destroy and attack it. イザヤという預言者が生きている現実の世界はイスラエルを憎む敵たちが常にエルサレムに向かって攻め上ってくるという厳しい状況です。Yet through faith's eye and through the vision that God gave him, しかし信仰の側面から見るとイザヤは神様の啓示によって将来成就することをその現実の中から見ているんです。He saw the throngs of nations coming to enjoy and worship the God of Israel. イザヤは諸国民が群れをなしてイスラエルの神を礼拝するためにエルサレムに登ってきている姿を見たんです。 And, you know, when I think about these visions, I really think that this is how we live as well. で、このイザヤ書の構造を考えるときにまさにこういう姿勢こそ私たちが現実を生き延びるための姿勢ではないかと思うんです。I live in the Middle East. 私は今中東で生活しています。Thomas lives in the Middle East. トマスさんも中東で生活しています。We live in an impossible reality. 私たちは解決不可能と思えるような現実の中に生きているんです。The conflict is irresolvable. この争い、葛藤というのは解決策のないものです。There are no political solutions.政治的解決はないんです。So we look to Isaiah for hope. ですから、イザヤ書の中に希望を見出そうとしています。Again, let's now look at the oracle concerning the nations. では、諸国民に対する神の宣告についてもう一度考えてみましょう。In chapters 1 through 12, Isaiah sets out a vision for Israel, both present and future. さあ14ページの上から5、6行目ですね。イスラエルに対する神の幻。14ページですね。これがイザヤ書1章から12章の内容です。イスラエルに対するものです。In Isaiah 13 through 23, God sets out his vision concerning the nations. そしてイザヤ書の13章から23章が諸国民に対する神の幻です。I will encourage you to read them when you get home. 家にお帰りになったらぜひこの箇所を開いて読んでみてください。In both passages, we see God's judgment for the unbelieving nations and for unbelieving Israel. で、どちらもこの並行している箇所、どちらも不信仰な諸国民も不信仰なユダヤ人も裁かれるという裁きのメッセージです。And yet, in both sections, we see hope and salvation through the coming of the Son of David, the Messiah. しかし、両方ともダビデの子孫として来られるメシアを通した祝福が与えられるということが予言されています。Why is this the case? どうしてそういうことが言えるんでしょうか? Because of God's promises to bless all nations. それは神様がアブラハムに与えた約束の中に諸国民を地上のすべての民族を祝福するという約束が含まれているからです。
to bless all nations through Abraham and through his seed. アブラハムとその子孫を通して諸国民を祝福するという神の計画が、神の約束が与えられています。And as my brother shared before, ultimately that seed is the greatest of all Jews who ever lived, Jesus the Messiah. そしてトマスさんがすでに語ってくださったように、このアブラハムの子孫として来る方っていうのは、地上に生きたユダヤ人の中で最大のお方、最高のお方、イエス・キリストというお方です。In other words, if your best friend isn't Jewish, you cannot have eternal life. Even if. If your best friend isn't Jewish, you can't have eternal life. ということは、あなたの最高の親友がユダヤ人でないならば、つまりイエス・キリストを信じてイエスを友としてないならば、永遠の命を持ってないということです。Yeah, Jesus. Yeah, イエス・キリストのことです。Yeah. ややこしい言い方をするもんですね。Not me, not me. 私じゃないよ。私を親友に持ってても永遠の命を持ってるわけじゃないから。イエス様がベストフレンドになってれば、その人は永遠の命を持ってるわけです。In the book of Isaiah, we also have two opposing plans, two opposing counsels. さらに、イザヤ書の中には、2種類の助言を与えるものが出てくる、あるいは2種類の世界を救う計画というのは出てくるんです。 Would you please read Isaiah chapter 7 verse 5? イザヤ書の7章の5節を開いてみましょう。 イザヤ書の7章の5節、お読みしますね。イザヤ書7章の5節、アラムはエフライム、すなわちレマルヤのことともにあなたに対して悪事を企ててこう言っています。 Notice it says that they've plotted against you. これはあなたに対して悪事を企てているとあります。 In Hebrew, they have counseled against you. ヘブル語ではこれは助言なんですね。カウンセラーというでしょう、あのカウンセルなんです。彼らは悪事を企てている、つまり悪い助言を与えているということです。And then in Isaiah chapter 8 verse 10, would you please read? イザヤ書の8章の10節、計りごとを立てよ、しかしそれは破られる。申し出をせよ、しかしそれはならない。神が私たちと共におられるからだ。Yeah? Yeah. You'll notice that, that God says, Nations, you plan your plans.神はこう言われてるんですね。異邦人の諸国よ、 you counsel your counsels. 自分の計りごとを立てたければ勝手に立てるがよい。 We live in a world where people are planning and counseling. 確かに今私たちが生きているこの時代も、諸国はさまざまな計りごと、さまざまな計画を立てて国を動かそうとしています。 But God sits in heaven and he says, I'm not worried. しかし神様は天の御座に座しておられて笑っておられます。On the other hand, we have the counsel of God, the plans of God. それに対して私たちは神の計りごと、神様のカウンセルというのがあることを知っています。In one of the most remarkable passages in Isaiah, Isaiah 14, 24 through 27. そしてイザヤ書の14章の24から27が最も驚くべき聖句の中に出てくるものです。Here we read about God's counsel. ここでは神様の計りごと、神様の助言というのが出てまいります。Would you read those verses? ではお読みします。イザヤ14章24から27です。万軍の主は誓って仰せられた。必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就する。私はアッシリアを私の国で打ち破り、私の山で踏みつける。アッシリアの首輝きは彼らの上から除かれ、その重荷は彼らの肩から除かれる。これが全地に対して立てられた計りごと、これが万国に対して伸ばされた御手、万軍の主が立てられたことを誰が破り得よう、御手が伸ばされた誰がそれを戻し得よう。 Here we read that God is the wonderful counselor. He is the wonderful planner.ここで私たちは神様こそ素晴らしい助言者、素晴らしい計画をなさる方ということを教えられます。
And within that context, now let's focus on the Middle East. ではこのことを頭に入れて現在の中東の情勢を思い浮かべてみましょう。What is God doing right now in the Middle East? 神様が今中東で何を行っておられるのか。He is moving the pieces and preparing for that day when the Arab nations will lay down their swords and together they will worship with the Jewish people. 神様は今将来アラブ諸国が剣を置いて共に集いユダヤ人と共に主を礼拝する時が来るように一つ一つの出来事をつなぎ合わせておられる時代であります。 I want to summarize briefly the oracle concerning the nations. さあ諸国に対する神様の選択、これを簡単にまとめてみたいと思います。 And I know that you have these written out so you can look at the verses later. 14ページに聖句が書いてありますから、その聖句は後で皆さんご自分で開いてお読みください。 Please notice that the God of Israel purposes to execute his wrath in order to eliminate sinners from the earth. 1番目ですね、ご一緒に読みましょう。1番目いいですか。はい。イスラエルの神は怒りを下し地上から罪人を取り除こうと決めておられる。神が怒りを地上に下すのは罪を、また罪人を取り除くためです。In order to appreciate the good news of the gospel, we must first listen to the bad news. 福音の意味を理解してそれを受け止めるためには、まず、bad news に耳を傾けなければなりません。All have sinned and fallen short of the glory of God. すべての人が罪を犯したために、神からの栄誉を受けられなくなっているという事実です。God will banish sin and sinners from the earth. 神様は地上から罪人および罪というものを完全に取り除こうとしておられます。Secondly, the God of Israel purposes to put an end to human pride and glory. 2番目お読みしましょう。イスラエルの神は人間のおごりと誉れを断ち切ろうと決めておられる。Third, the God of Israel purposes to defeat enemies, thereby giving rest to his oppressed people and enabling the return of the exiles. じゃあ3番目ですね。ご一緒に。イスラエルの神は敵を打ち破ろうと決めておられる。それは虐げられているご自分の民に安息を与え、離散の地から帰還できるようにするためである。Fourth,The God of Israel purposes to draw the nations with their homage and tribute to Zion and Zion's messianic king. 4番目ご一緒に。イスラエルの神は諸国民を集めてシオンとシオンに座すメシア的王を表敬訪問させ、貢ぎ物を捧げさせようと決めておられる。Fifth, the God of Israel purposes to redirect all people toward himself and away from their idols.5番目ご一緒に。イスラエルの神は人々をご自分に引き寄せ偶像から遠ざけようと決めておられる。 In that context, now let's look at chapter 19. さあ今言ったこの5つ、この文脈を覚えながら、ではイザヤ書の19章の驚くべき予言にもう一度戻ってみましょう。それが15ページです。 In Exodus 19 verses 24 through 25 we readIn that day, Israel will be a third with Egypt and Assyria. Exodus. Did I say Exodus? Yeah. Isaiah. Yeah. In that day, Israel will be a third with Egypt and Assyria, a blessing in the midst of the earth, whom the Lord of hosts has blessed, saying, Blessed be Egypt, my people, and Assyria, the work of my hands, and Israel, my inheritance. イザヤ書19章の24から25です。皆さんご一緒に大声で読んでください。はい、行きますよ。どうぞ。その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。エジプト、アッシリア、エジプト、アッシリア。Who is Egypt?
エジプトってのは誰のことですか? Weren't they the ones that enslaved Israel for 400 years? 彼らはイスラエルを400年間奴隷にしていた敵ではないですか? Weren't they the ones that threw the Hebrew babies into the Nile? 彼らはユダヤ人のヘブル人の赤子たちをナイル川に投げ込んでいた民ではないですか? Weren't they the ones that opposed the Abrahamic covenant? アブラハム契約に敵対した人たちではないですか? Assyria, who were they? アッシリア、誰ですか?Weren't they the ones that besieged Jerusalem? エルサレムを包囲して攻撃した民ではないですか? Weren't they the ones that came and destroyed the northern kingdom? 北王国イスラエルを破壊した国ではないですか? God's plan is so amazing. 神様の計画というのは人知をはるかに超えて驚くべきものです。 That it even includes the salvation of Israel's enemies.イスラエルの敵でさえも救いに預かるという計画を神様がお立てになっているんです。I do find it interesting today that both Egypt and Assyria today are inhabited by Arabs. 今非常に興味深いのは今日アッシリアもエジプトもアラブ人が住んでいるということです。What's God's plans for Ishmael? イシュマエルに対する神様の計画というのは何でしょうか?In that sense, much, not much different from God, for God's plans for the Jewish people. それは神様がユダヤ人に対して持っている計画とアラブ人に対して持っておられる計画と基本的にはそんなに差はないということです。Jews and Arabs together in the Messiah forever. メシア、イエス・キリストにあってユダヤ人とアラブ人とが一つの民として共に住むようになるということです。I want to tell you a quick story. ここで最後に短い話をお話したいと思います。When I was living in Jerusalem as a student, I decided to try to, I wanted to study from a religious Jewish perspective. で、まだ学んでいました学生の頃にですね、宗教ユダヤ教の視点からもっと学びを深めたいという気持ちになった時がありました。It was possible as a student to sit with a religious Jewish man, and weekly he was teaching me how about the Talmud. I was curious about the Jewish books. で、ユダヤ教の経典タルムードについて非常に関心がありましたので、毎週その教師のところに行って教えてもらっていたわけです。And at first I just wanted to learn. I didn't want toIt was my time to learn, so I didn't tell him that I was a believer in Jesus. で、それは私が生徒として学ぶわけですから、自分がイエスを信じている信者だっていうのは言わなかったんです。But at some point he started asking me questions. でもある段階にして、その教師が私に質問を始めたんです。And I knew that I needed to share my faith with him. その時に自分が何を信じているかを話しなければいけないという気持ちになりました。And he was very angry. で、私の信仰の話をすると非常に怒ったんです、その人は。And he said, I don't think I can study with you anymore. お前とはもう勉強できないよと彼は言ったんです。But I want to invite you for the weekend to my religious school, my yeshiva, for a real Jewish experience. でも、週末にユダヤ教の神学校に招くから、で、本物のユダヤ教の体験をさせてやると彼は言ったんです。And at that point,My pride kicked in. I realized it would probably be better not to go. で、その時に私のプライドが顔をもたげて行かない方がいいだろうという気持ちになったんです。But I went. でも行ったんです。And the whole weekend he attacked me for my faith. そしてその週末彼は私の信仰に攻撃を加え続けました。And he tried to make me doubt that Jesus is truly the Jewish Messiah. そしてイエスが誠にユダヤ人のメシアであるという私の信仰に疑いを入れるような言葉を吐いたんです。And when I left, I was hurting inside. で、その場を去った時に内側には深い傷を負っておりました。And I kind of went into a bit of a depression for a few days. で、数日間、まあ、いわばディプレッションですね。気持ちが落ち込むような体験をしておりました。Well, in the middle of the week, somebody invited me to a student meeting in Jerusalem. そしてその週の半ばに誰かが
エルサレムで開かれている学生の会に招いてくれたんです。It was a meeting of Jewish and Arab student believers in Jesus. このミーティングはイエスを信じるユダヤ人とアラブ人の青年会という会でした。And I went to this meeting with my head down and feeling really hurt and sad. で、私は内側が非常に傷んだ状態でうなだれてその会に出席したんです。And then I looked at the students, Jews and Arabs together in one room. で、その部屋に入るとユダヤ人とアラブ人が同じ部屋にいて一つになって交わってるんです。And the Arab student stood up and he read a verse that I didn't recognize in Arabic. で、一人のアラブ人の学生が立ってアラビア語である聖句を読んだんですが、私には分かりませんでした。Maybe you can try it in Arabic. で、アラビア語で彼は言ってくれる。Tehilim, Mizmor, 133, Pasuk 1, Tikra, Baravi. Say it loudly. Come over here. まあ、ここに来て、アラビア語で言ってください、アラビア語で。Come over here.もう一回引き出してきた。Come over here. 133, Pasuk 1. I don't want him to understand. で、今この通訳者には教えたくないんだって。それは彼が最初聞いて分かんない状態、分かんなかったという状態に僕を置いておきたいわけです。This is what I heard. これを私は聞いたんです。今からアラビア語です。هو زما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معاً. わかりますか？わかった方いますか？ And then somebody stood up and said in Hebrew. そうすると別の人が立ってヘブル語で言ってくれたんです。הנה מה טוב, ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, מה נעים, שבת אחים.Gam Yahad. Whoa! Okay. And then somebody stood in English and they read, Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. そして誰かが立って今度英語で言ったんですがね、見よ兄弟たちが一つに和合して交わってる姿はなんと麗しいことだろうかという言葉でした。What is God's plan for Ishmael in the future? 神様がイシュマエルに対して持っている将来の計画というのは何でしょうか？ What is God's plan for Isaac in the future? また神様がイサクに対して持っている将来の計画というのは何でしょうか？ I'd like to give you a preview of the millennium. 今皆さんに千年王国の前味を提供したいと思います。Only because of Jesus. Amen. イエス様のゆえにこれができているんだということを覚えてください。Amen. Amen. Amen. 千年王国の前味、あれはまだ50点だね。あの中に僕も入れてくれるのかと思って。I didn't mean to ignore the Japanese. もちろん日本人を排除するという意図は全くありません。 Don't bite the hand that feeds you. どうぞ私たちを食べさせてくれる手に噛みつかないように。つまり日本にいる間は僕が食事を提供してるからね。そういうことを言ってるんでしょうね。さあ、日本人として今回のこの政界を通して何を考えればいいのか、まあ、5分ぐらいで短くまとめてから最後お祈りをして終わりたいと思っていますが、今日5分で3つ言いますよ。テレビ伝道を思い出すね。3つのポイントでお話をします。
一つはね、キーワードはね、脱却というキーワードをね、卒業しましょうということ。皆さん、反ユダヤ的信仰からそろそろ脱却してもいいんじゃないですか。クリスチャンはローマの、キリスト教がローマの国教となったあたりから反ユダヤ的神学を採用してここまでやってきました。その最たるものが、イスラエルは不信仰の上に見捨てられた、そして教会が新しいイスラエルになった、霊的イスラエルになったという教えです。これを置換神学と言います。この教えの延長線上に、ヨーロッパで起こった、あるいはロシアで起こったユダヤ人迫害、ユダヤ人の大量虐殺があるんです。その仕上げをしたのがヒットラーです。ヒットラーはいわば何一つ新しいアイデアを考え出したわけではない。彼は教会史の中で教会が考えついたことを全て実行に移した人です。そしてホロコーストの後、第二次大戦が終わった後、もうこういうことは起こらないだろうという考えが世界中に共有されましたけれども、決してユダヤ人迫害ということは収まってない。今は人種差別という言葉、形ではなくて、政治的反ユダヤ主義という形で世界中にさらにユダヤ人を憎む出来事が広がっています。クリスチャンの中にも多くの人がいまだにこういう反ユダヤ的信仰から脱却できない人がいます。今回冒頭にトマスさんがアブラハム契約の話をしてくださいました。そしてこれが無条件契約であるがゆえに必ず成就するという話をしてくださいました。もし神がイスラエルを見捨てたとするならば、神の計画は成就しなかったことになるんです。もし神の計画が成就しないならば、イエス・キリストを信じた私たちが必ず救いを完成していただけるという約束も信じられなくなってくる。イスラエルに対して与えられた契約が全部成就するかどうかは、そのまま私たちの救いが完成するかどうかに関わっているということを私たちは知る必要があります。この正解をきっかけに、私たちは完全に反ユダヤ的信仰から脱却したいと思います。 OK ですか。2つ目、反アラブ的信仰から脱却しましょう。新ユダヤになると時々反アラブになる人がいます。かくいう私もイスラエルのために祈り、イスラエルを愛しながら、やはりイスラエルを攻撃しているアラブ人、イスラム教の原理主義者、ああいう人たちの存在に対して心穏やかでないものを感じておりました。大阪の集会では何人かの人が、私は今日悔い改めました、アラブ人を憎んでいましたから、アラブ人の救いのために祈ったことがほとんどなかったという人がいました。私たちは今日神様のお心を知りました。アラブ人も神の対象です。それどころか、アラブ人のペットまで神の愛の対象です。ペットを飼っている方、あなたは手を挙げなくていいよ。あなたの飼ってるペットは私の犬って言う？あなたはこの子って言わない？言うよね。この子はあの子はって言うじゃない、犬なのに。昔僕もそう思ってました。ペットなのに何がこの子だと思ってました。だけど一旦私の娘が犬を飼って、今4頭も飼ってるんですけど、1頭目がチンっていう、知ってる？チンってこう鼻がひしゃげた犬だよ。見た時に変な顔だなと思ったら、この頃可愛くてしょうがない。名前がノアって言うんだよね。可愛い可愛い、だからチンに似たような顔の人を見たらいい顔だなと思うようになったんです。自分でペットを飼ってみて初めて分かる世界ってのあるんだけど、神様はアラブ人を愛しておられる。アラブ人のペットまで愛しておられる。異邦人の中でアラブ人は特別な祝福をもらってますよ。けれども広く考えてみると、アラブ人っていうのはある意味では異邦人の代表じゃないですか。異邦人全体の肩となってるじゃないですか。
だからアラブ人を神が愛しておられると認めることは、神が私たち日本人を愛しておられるということを認めることにつながるんです。反アラブ的信仰から脱却しましょう。今日境に最後三つ目の脱却は何かというと、プライベートな信仰、つまり私が祝福を受けるにはどうすればいいのかというような狭い信仰から脱却しようじゃありませんか。もちろん大事ですよ。現実の問題でね、健康上の不安がある、家族問題の悩みがある、経済的戦いがある、こういったことは神様が全部心配して見ていてくださいますよ。けれどももし私たちの信仰が、私はどうすれば祝福を受けられるかというようなプライベートなエリアにとどまっている限りは、それ以上の飛躍はないですよ。今日節さんがおっしゃったように、1万メーター上空から世界の流れを俯瞰するような信仰を持つ必要がある。それは私的信仰、私が、あるいはそれぞれの教会に使わせている教師、宣教師たち、役員、信徒の皆さん、私の教会が祝福されるっていうことはとても大事なことだけれども、それだけになって、私が、私の教会がという世界だけで回ってる限りは、私たちは神様が全世界に対して、この日本の国に対して持っておられるトータルプランを理解することは到底私はできないと思います。私たちの視点はどうすれば神の御心がなるかという視点を広げていく必要がある。それが私的信仰から脱却して、本当の意味で聖書的な信仰に立とうではないかという呼びかけです。時の印、今何が起こっているのか。1914年、100年前に第一次大戦が起こりました。予言的に言えば、この第一次世界大戦は人類の歴史上初めて世界を巻き込んだ戦争です。それ以降第二次大戦があった、冷戦時代が来た、共産圏の崩壊があった、そして民族間の争いの時代、今またクリミアを通して世界がおかしげなところに行こうとしています。1914年の第一次世界大戦の影響を世界はまだ引きずりながら動いていってるんです。日本にいるとわからないけれども、ヨーロッパ諸国が第一次世界大戦でどれほど傷ついたかっていうのは、ヨーロッパに行ってヨーロッパの人たちの話を聞くと分かってくるんです。1914年以来、予言的には終わりの時代に入っているということができるでしょう。その中で1948年、イスラエルという国が建国されたんです。建国当時はイスラエルのメシアニック・ジューというのは数家族しかいなかったんです。今日の話でも約今は2万人ぐらいのメシアニック・ジューがいると言われてました。数家族が2万人に膨れ上がったんです。このところ聖地旅行に行って3回別々のガイドさんがつきました。キラさんという人、それからソニアさんという人、それからイリットさんという人、彼らにこういうメシアニック・ジューの名前知ってるって言ったら、お互い知らないんですよ。驚きました。メシアニック・ジューがお互いを知らないぐらいに、そのコミュニティが広がってきてるんです。皆さんはこういう政界に来たら知らない人に出会いますか？大体知ってる顔ばっかりですか？皆さんの教会に行った時に毎週同じ顔ぶれでホッとしますか？今日は知らない人が3人もいる、なんか落ち着かないなと思いますか？もし教会に行って同じ顔ぶればっかりですごく落ち着くと思ってる人はどっかおかしいよ。願わくは教会に行った時に、いや今週は半分以上知らない人の顔だというような時代がこの国に来る必要があるんです。いいですか？イスラエルを中心に世界は回っています。日本の国を取れば、日本の国の宣教は難しいという思いになるでしょう。私はある話を思い出しますね。ノルマンディ大作戦というのがあって、連合軍がフランスのノルマンディから上陸して、そして勝利に導いた、あの第二次大戦をね、あの時に実際にノルマンディの上陸作戦に参加していた兵士たちの証言を読んだことがありました。多くの兵士がね、この戦争は負けたと思ったんですよ。負けていたんですよ。でもそれは
局部戦において負けていたんであって、トータル的な戦いにおいては勝っていたんです。日本の国で戦況が難しいからといって神様の計画が後退しつつあると思う必要はありません。トータルプランを見るならば、広いところから神様の計画を見るならば、そして今回のようにメシアニック・ジューとアラブ人クリスチャンが僕らの前に立って共にハグして、その中に日本人の私も含めてくれた。まるで私が中央みたいだったね、さっきね。神様がこの国を愛していなければ今日のこのことは起こっていないんです。ですから今あなたが生きているところで神様の働きが目に見えない、何も進んでないかのように見えていても、私たちは厳しい現実の中でイザヤが見た終わりの幻を今日見る必要があります。私は昨年の秋ぐらいから祈りの中で神様から不思議な印象を与えられている。それは中川健一、この国は私が見守っているから安心しなさい、あなたに関してはなすべきことを忠実にしていればあとは私がするから、神様感謝します。おおらかな気持ちになることができました。私たちがなすべき役割というのは何なのか、それは時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることです。英語ではね、Preach the word、Preach the word、The word っていうのは神の言葉ですよ。神の言葉を忠実に伝え続けなさい。あとは私に任せなさいということです。この正解は私たちを反ユダヤ的信仰から解放し、反アラブ的信仰から解放し、また私的空間にとどまっている信仰から回復して、私たちの人生のゴールであるキリストの再臨を待ち望む信仰へと神様が導くために用いてくださったと信じます。共に祈りましょう。天の父なる神様、今回の聖会を心から感謝をいたします。パウロはテモテに書き送った第二の手紙4章の1節2節でこのように書いています。神の御前でまた生きている人と死んだ人と裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国をもって私はおごそかに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。神様、今日この言葉をしっかりと受け止めました。しかもパウロはテモテにこれを命じた時に、その文脈は今発見しました、終末的文脈です。彼はテモテに生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、さらにその現れとその御国をおもって私は厳かに命じますと教えています。つまりパウロはメシアの再臨と千年王国がやがて成就するという幻をもってテモテにこのことを命じました。どうか私たちにもこの幻を与えてください。そしてこの約束があるがゆえに今を乗り切ることができますように、特に戦いの中にいる、試練の中にいる兄弟姉妹一人一人を顧みてください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。ご一緒に祈りましょう。Okay, brothers, please come here. じゃあ最後ね、
祈りを持って終わりますね。So, maybe in your own language, you would like to bless each other and bless the Japanese. じゃあね、今、アラビア語でユダヤ人の祝福と日本人の祝福を祈ってくださいます。Hallelujah. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا في كل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. يا ربنا شاكرينك من أعماق قلوبنا لأجل هذا اليوم اللي أعطيتنا إياه حتى يا ربي نأتي إلى اليابان ونشهد يا رب عن عملك عن محبتك لليهود والعرب ولليابانيين يا رب ولكل شعوب العالم في المسيح يسوع. يا ربنا شاكرينك لأجل يا رب أنك أرسلت ابنك يسوع لأجل موته وقيامته لأجل مغفرة الخطايا اللي أعطيتنا إياها لأنك جعلتنا واحد في المسيح. يا رب أنا ببارك شعب إسرائيل يهود وعرب يا رب واليابان، ببارك يا رب كل شعوب العالم باسم يسوع حتى يا رب يتعرفوا على شخصك ويخلصوا باسم يسوع المسيح. آمين. آمين. אדוני אלוהים, איזו זכות לעמוד כאן ביחד עם אחי, עם תומאס. תודה לך שאתה באמת פעלת. אבא, אנחנו מודים לך על התקווה לעם הערבי. תודה לך, אדוני, שהזכרת לנו שאתה אוהב את העם בעזה. אתה אוהב את סוריה, לבנון. ערב הסעודית, ירדן, מצרים. אנא אדוני, שפוך את רוח קודשך על העם הערבי. אבא, תן שיהיה בימינו התעוררות רוחנית. בשם ישוע, שהמון, המון, המון ערבים יוולדו מחדש כדי לפאר את שמך ולהקניע את עם ישראל. ואדוני, אנחנו גם רוצים לשאת לפניך את העם היפני. תודה לאחים והחיות היקרים פה היום. איזה זכות להכיר אותם, לשרת אותם. תמשיך לברך אותם. אבא, תן גם שתהיה התעוררות רוחנית גם ביפן. תשתמש באחים היקרים האלה כדי להוביל להתעוררות והתחדשות. אנחנו מודים לך ומברכים את שמך בשם ישוע, משיחנו ואדוננו. הללויה. אמן. אמן. Thank you very much. ありがとうございました。